はい、いよいよ6日から始まる実盛のストーリーをまとめてみました。いろんなところから情報を集めているので、もしかしたらちょっと違ったりですとか、まだ公開前なので実際のお芝居見てるわけじゃないんで、まあ、ストーリーが違う部分あるかもしれないんですけれども、おおむねきっとこんな感じのお話なんだろうなと思ってまとめておりますので、参考になれば幸いです。まず実盛の話は大きくこの3つのグループで構成されております。まずは平家グループなんですが、ここに主人公の実盛がいます。なんですが、この実盛実はもともと源氏側の人間で、源平合戦が続いていく中で源氏の勢力が弱まってきて平家につく流れとなっております。で、まあ、今はしっかり平家に仕える身として、まあ、戦っているんですけれども、まあ、仕事は仕事としてやりきる系のキャラクターという形で描かれております。で、一方源氏の方なんですけれども、もうかなり勢力も押されてしまっておりまして、劣勢にあります。で、病に伏しているこの義方なんですけれども、表舞台ではもう戦うことができなくなっておりまして、かなりやばい状況にはなってるんですが、まあ、義方はですね、後白河院の家来でありまして、平家と朝廷が当時仲良かったっていったところもあって、表向きは平家側という括りではあるものの、まあ、義方としてはその源氏の再興っていったところを密かに願っているというような背景がありますと。で、その中ですね、後白河法から大事に持ってなさいと渡された源氏再興を願う白い旗、白旗を預かりまして、それをめぐってですね、物語が進んでいくというような流れになっております。で、それとはまた別のところでですね、この琵琶湖の近くの百姓の家があるんですけれども、そこに一家が暮らしておりました。で、おじいさんの黒助と、おばあさんの小吉、で、娘の小満。で、小満には太郎吉という息子がいるんですけれども、まあ、その父にあたる織平がですね、太郎吉が生まれた直後に失踪してしまったということで、まあ、旦那がどこに行ったのかということを、まあ、探していくわけですね。で、探していると、どうやらこの義方の家のところで働いているようだということを聞いて、黒助と小満と太郎吉の3人で義方の家を訪ねていくわけです。で、するとですね、織平は今お使い中だということで、まあ、待ってなさいと言われるんですけれども、まあ、どこにお使いに行ってるかっていうと、源氏の家来である忠野クランド行綱という人物にですね、手紙を渡してこいというお使いをさせられていたというようなお話になっております。なんですけれども、実はこの忠野クランド行綱が織平本人だったっていう話になってまして、まあ、義方は実はそれを知っていて、そのお使いを織平に言いつけたというような形になっております。で、この忠野クランド行綱はですね、源氏の家来にあたりますので、まあ、正体がバレてしまったという形になるんですけれども、まあ、表向き上ですね、義方は今平家側の人間となっているので、まあ、源氏の家来である織平がですね、ここにいるっていうことは本来許されないことなんですね。で、織平が私は殺されるんでしょうかと、まあ、義方に聞くわけですけれども、義方はですね、その白旗を見せながら、まあ、胸に秘めていた源氏の最高の思いをですね、吐露していくというようなお話がありました。まあ、ここで表向き、まあ、平家側のふりをして生きていくことの辛さだったりとかっていったところを、まあ、織平と語り合って、まあ、心は源氏だよねっていう話をして泣き合うというようなシーンがあるそうです。で、そうこうしているうちに、まあ、平家の人たちがですね、義方の家にこの白旗があるっていうことを聞きつけてですね、乗り込んでこの旗を奪おうとしてくるわけですね。で、この大事な白旗絶対に奪われたくない義方は、まあ、覚悟を決めてですね、黒助と太郎吉にの妻である葵御前を託して、で、もう血だらけになりながらですね、この白旗を守って小満にですね、それを託して死んでいくわけです。で、この時の死に方が仏倒れといって、正面にバタッと倒れてくる見どころの死に方らしいので、歌舞伎の時には注目していきたいなと思っております。
そして場面は変わりなんですけれども、今度は黒助一家が平家から追われる身となっていくわけです。で、黒助一家はですね、義方の子を身ごもった大御前をですね、かくまって暮らしていくんですけれども、駒音の方はですね、鍵となる白旗を持っているので、行く先々でいろんな人に追われてしまうんですね。で、途中で黒助とはぐれてしまうわけです。で、駒音は逃げて逃げて追い詰められた先に、白旗を持ったまま、もう勢い余って海に飛び込むっていうようなシーンがあるそうです。で、そのまま泳いで逃げていくっていうような形になるんですけども、逃げて逃げて、この逃げ延びた先で、ある船にですね、救助されるんですけれども、その救助された船が、不運なことにですね、平家の船でしたと。で、そこには実盛が乗っていたというような形になります。で、すぐにですね、その小満が白旗を持っていることを気づかれてしまうんですけれども、そこで殺されようとされるんですが、実盛が小満の白旗を持った腕を腕ごと切り落としてですね、海に落としてしまう、わざと落とすっていうようなシーンがあります。で、これがですね、実盛の源氏に対する思いの詰まった行動というか、その白旗が源氏にとっていかに大事なものかっていうのを、実盛は知ってるがゆえに、その元源氏に仕えた身としては、このまま平家にその旗が渡るよりも、この小満の手を切り落としてでも、再度それが源氏側の人間に渡ることをどこかで願っていたんじゃないかなというところから出た行動とされているようです。で、そのまま小満もですね、海に投げられて死んでしまうというような、形になっちゃうんですけれども、場面は変わってですね、黒助の家になります。で、黒助の家には今、黒助と小吉と孫の太郎吉ですね、そして葵御前が住んでおります。織平はですね、なんか愛人と一緒にどっか逃げちゃったらしいので、ここにはいないんですけれども、ある日、太郎吉が釣りをしていると、人の腕を釣り上げてしまいますと。で、その手にはですね、しっかりと白旗が握られていて、それを見て黒助は、おそらくこれは小満の手だろうと察するわけですね。で、そしてですね、黒助から葵御前のもとにですね、白旗が戻ってくるわけなんですけれども、この黒助の甥にあたる二宗太っていう男がですね、葵御前が黒助の家にかくまわれてるということを、ちょっと聞きつけて、いるんだろうっていうのを、小吉に何回も聞きに行くわけですね。で、いないいないって言ってるんですけれども、それを、どこかでかくまわれてることを確信してしまって、それを平家にですね、密告してしまうわけです。で、それを知った平家は、葵御前がこの黒助の家にいるっていうことを知りまして、で、この葵御前身ごもっているので、その子供が男なのか女なのかっていったところが、非常に重要になってくるわけです。で、その子供が男であれば殺せと。で、女であれば見逃せっていう命令をですね、この実盛と瀬能十郎に言いつけて、この二人、実盛と瀬能十郎が黒助の家を訪ねてくるわけです。でも、葵御前がここの家にいるのはバレているので、その子供が男なのか女なのかっていう話を、実盛たちが聞きに行きますと。で、小吉がですね、もうすぐ生まれるから待ってほしいって言うんですけれども、瀬能十郎がそんなもん待てないと、今すぐ腹をかっきってしまいみたいなことを言って怒鳴ってくるんですね。で、仕方なくですね、小吉が、生まれましたとか言ってですね、白い布に包んで、二人に渡すんですけれども、それを布をパッと開いてみると、そこの中に入ってたのは赤ちゃんじゃなくて、太郎吉が釣り上げた腕でしたと。で、それを見た瀬能十郎が、ふざけてんじゃねえと、騙しやがってと怒りますと。で、ただですね、実盛はそれを見て、すぐに自分が切った女の腕だっていうことを、察するわけですね。で、瀬能をですね、なだめて言いくるめて、一回帰らせます。で、一人でこの黒助の家に残って話し始めるっていう場面があるんですけれども、ここが実盛が思いを吐露する物語、いわゆる実盛物語と
いう部分になるそうです。で、そこでなぜ腕を切ったのかっていう話を、まあ、クロスケに伝える場面があるんですけれども、まあ、自分がもともと源氏の人間であったとか、まあ、あえて腕を切ったっていうような話を、まあ、語っていくわけですね。で、クロスケは、まあ、やはりその腕が自分の娘のコマンの腕だったっていうことに、まあ、そこで気づいて、まあ、コマンが亡くなったっていうこともそこで知るというような形になります。で、そうしてるとですね、クロスケの家に、まあ、漁師がですね、コマンの遺体を運んでくるわけですね。お宅の娘じゃないかって言って運んでくるんですけれども、まあ、その亡骸を見て、まあ、一家は悲しむわけですけれども、まあ、実盛はですね、あまりにその悲しむ一家を見て、もしかしたらこの腕をくっつけたら生き返るんじゃないかみたいなことを言ってですね、まあ、物は試しにということで、コマンの体にその腕をくっつけるわけですね。そうするとですね、不思議なことに、コマンが一瞬だけ息を吹き返すというようなことをしますと。で、葵御前に向かって、白旗は手に入りましたかと聞きます。で、葵御前は受け取りましたよと、ありがとうと言うと、コマンはよかったと言って、まあ、最後に、黒助と小吉と太郎吉に何かを言おうとして、そのまま今度こそ力尽きてしまうというような形になってしまいます。で、このコマンの亡骸を前にですね、黒助は、実はコマンは黒助と小吉の実の子供ではないっていうことを明かしていきます。で、コマンはもともと広い碁で、平家のどこかの娘だと書かれた紙と、まあ、高そうな刀とともに捨てられていたと。で、その子供を、まあ、黒助たちが拾って育てていたというようなお話ならしいですけれども、まあ、そうこうしている間にですね、急に葵御前が産気づいて、まあ、子供を産みますと。で、それがですね、義方との子供である義仲になるわけです。で、義仲はですね、本来身分の高い子供になるので、まあ、黒助はですね、自分の孫の太郎吉くんをですね、義仲の家来にしてほしいっていう話を、まあ、葵御前に言います。なんですけれども、まあ、葵御前はかくまってくれた恩はあるんですが、コマンが平家の血を引く人間であることを知ってしまった以上、その子供の太郎吉も平家の血を引いてしまっているので、源氏側の家来にはちょっとできないというんですね。で、まあ、相当なんかの手柄を立てたらあるかもしれないけれども、まあ、コマンの父は最悪もしかしたらこの平家のボスの平の清盛かもしれないし、ちょっと難しいだろうというわけです。で、その話をしてるとですね、さっき帰ったはずの瀬能十郎が戻ってきて、家にまた乗り込んでくるんですね。そしてですね、あろうことかこのコマンの亡骸を蹴ってですね、この重罪人めみたいなことをですね、罵って、まあ、言いたい放題するわけです。で、それを見て、自分のお母さんにひどい扱いをしていることが許せなくなった太郎吉が、まあ、怒って、で、このコマンが持ってた刀でですね、瀬能に切りかかりに行くわけですね。で、太郎吉はまだ幼い子供なので、まあ、いくら、怒って襲いかかったと言っても、まあ、本来瀬能の相手にはならないはずなんですけれども、ここで瀬能はですね、なぜかわざと太郎吉に刺されに行くという行為をいたします。で、それがなぜかというと、実はこの瀬能が五万の実の父親だったっていうお話らしいですね。で、平家の人間である自分を太郎吉が殺せば、それが手柄になるので、太郎吉は源氏側の義仲の家来にしてもらえるだろうと言って、わざと太郎吉を、まあ、怒らせて自分が切られに行ったという形になるそうです。で、瀬能は自分が駒を捨てた時に置いてった守り刀を、まあ、太郎吉がそれを持ってたので、この黒助の家に入った時から、まあ、太郎吉が自分の孫だということに気づいていて、実は最初から味方をしようと決めていたそうなんですね。で、そして最後にですね、瀬能は太郎吉に手伝わせながら自分で自分の首を切って死んでしまいますと。
ここでの死に方も歌舞伎的に見どころの一つとなるそうです。でここでですね、太郎吉は功を挙げたということになりますので、晴れて義仲の家来として認められて、手塚の太郎三森という名前ももらいます。で一人の侍となるわけですけれども、もう一人実盛も、この場におりまして、太郎吉にとってはですね、お母さんを殺してしまった張本人が実盛にあたるわけなので、実盛も殺そうとするんですね。なんですが、太郎吉くんまだ子供になってますので、戦っても、実盛にはまともには勝てないですと。そこで実盛は、お前が成長したら撃たれてやると。で何十年後かに再会した時に、顔がわかるように自分は白髪を染めて若い姿で戦うからそこで討ち取られようと言って去っていくんですね。で事実上ここで実盛は平家の人間でありながら、男だったら殺せっていう命令を無視してですね、義仲を救うことになりますっていう話までが、おおむね実盛の物語として語られる内容だそうです。なんですが、今回この義仲役も宮舘さんが演じられるとのことなので、おそらくこの後ですね、義仲と太郎吉が成長した後の話もあるのだろうと言われております。で話は進んで何十年後っていう形になるんですが、成長した義仲と太郎吉、手塚の見積もりですねが篠原の戦いというところで、実盛と合戦を行う形になります。で実盛は子供の頃の太郎吉と約束した通り、白髪になってしまったひげとか髪とかを墨で染めて若々しい姿で戦いに挑みます。で太郎吉はですね、実盛の首を切って討ち取るわけですね。でその切った首を池で洗うと染めていた墨が落ちて白髪の頭が出てくるわけです。でそれを見て太郎吉は、ああこれが実盛だったんだなっていうことを確信して、太郎吉の母の仇であり、義仲からすれば命の恩人である実盛は亡くなったというようなところで、実盛のストーリーは終わるというお話になるそうです。この大人になった義仲と太郎吉のストーリーがどうなるのかっていったところはまだ全然わからないところではあるんですが、そこも楽しみだなと思ってます。ざっくりこの流れが分かっていれば楽しめそうな気がしておりますので、参考になれば幸いです。以上です。